石原信明は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。近未来政治研究会会長。自民党外交調査会長代行。規制改革担当大臣。国土交通大臣。自民党金融調査会長。衆議院法務委員長。自民党政務調査会長。自民党幹事長。環境大臣。内閣府特命担当大臣。内閣府特命担当大臣。 自民党タバコ議員連盟副会長、自民党外交再生戦略会議議長等を歴任。日本の印象制度、文化を守る議員連盟会員。父は参議院議員、環境庁長官、運輸大臣、東京都知事、衆議院議員、日本維新の会代表、共同代表、次世代の党最高顧問等を歴任した石原慎太郎。おじは、 俳優の石原雄二郎。神奈川県逗子市生まれ、鎌倉市立同り小学校を卒業。中学校から慶応義塾に通い、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学文学部社会学科を卒業。大学時代の部活は、日本政党少林寺憲法部の首相を務めていた。大学在学中、エルマイラ大学に9ヶ月間短期留学した。2005年には、 エルマイラ大学より、ブッシュ政権の労働長官を務めたエレーン・チャオ氏と共に名誉博士号を授与された。大学卒業後、1981年、日本テレビ放送網に入社。報道局に入局し、大蔵省や外務省、首相官邸等を担当した。1989年、日本テレビを退社。1990年、 第39回衆議院議員総選挙に、旧東京4区から無所属で出馬し、自由民主党の加スヤ・シに次ぐ得票数2位で、初当選。当選後、自民党に入党し、安倍派に入会。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、新党ブームに押されるも、得票数5位で再選。1994年、自民党財政部会長として、 保険業の規制緩和、自由化、健全性の維持を目的とする保険業法の56年ぶりの大改正をまとめる。1996年の第41回衆議院議員総選挙では東京パックから自民党公認で出馬。後に杉並区長に転出する新進党の山田博士を約7000票差で下し参戦。1996年。 第2次橋本内閣で通商産業政務次官に任命され、愛知万博の誘致に成功。1998年の金融国会では、金融再生関連法案の成立に尽力した。官僚に依存することなく、民間の知恵を活用、独自の政策を立案する若手議員の一人として、いわゆる政策新人類に名を連ねる。同年、三塚派を退会し、 加藤派に入会する。2000年の加藤の乱では、首相、森吉郎らに対する政権批判の急先鋒であり、内閣不信任決議案の採決では欠席した。加藤の乱の後、分裂した加藤派を退会し、その後2007年までは無派閥であった。2001年、第1次、小泉内閣で、規制改革担当大臣に任命され、初入閣。合わせて、 行政改革を推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当する、国務大臣も兼任し、第一次小泉第一次改造内閣まで務める。内閣の注目人事の一人として、注目を浴び、天下りや無駄遣いの温床となっているとの批判が強かった、特殊法人等の改革を断行した。2003年に発足した第一次小泉第二次改造内閣では、 国土交通大臣、首都機能移転の具体化に向けた検討を推進するため、行政各部の所管する事務の調整や、観光立国を実現するための施策を円滑に推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当する、国務大臣を兼任。国交省在任中は主に道路交談問題等に、取り組み、民営化に強く反対していた。 道路公団総裁の藤井春穂を更迭した。民間活力の導入によるサービスの向上を目指し、ETC の普及を拡大。ETC を活用したスマートインターを導入した。2004年第二次小泉改造内閣発足に伴い国交省を退任し、当金融調査会長に就任。2005年には、長らく小賀誠ら道路族がそのポストを占めていた。 党道路調査会長に就任した。2006年、総裁、安倍晋三のもとで、幹事長代理に就任。翌2007年の党役員人事では、自民党政務調査会長に起用され、初めて党三役入りした。同年12月、山崎派に入会。2008年、福田康夫の辞任に伴う自由民主党、総裁選挙に、史上最年少で出馬するが、 得票数4位で落選した。新総裁、麻生太郎のもと、再び幹事長代理に就任。2009年7月、自民党は東京都議会議員選挙で大敗。東京都連会長であった石原は、敗北の責任を取り都連会長を辞任する意向を表明したが、第45回衆議院議員総選挙が迫っていた。ため辞任は了承されなかった。同年8月の、 第45回衆議院議員総選挙では、東京パックで、社会民主党前職の保坂信人を破り、7選。選挙後の自由民主党総裁選挙では、谷垣定一の推薦人に名を連ねた。2012年9月16日、長野県長野市での自由民主党総裁選挙の、街頭演説にて、林義政町村信隆、石橋茂、安倍晋三らと、 谷垣執行部で国民運動本部長に起用された。また、東京都連会長に再任される。2010年4月、政権力委員会発足に伴い、本部長代理に就任。同年9月の党役員人事で東京選出議員としては、初の自民党幹事長に起用された。2011年の党役員人事においても幹事長に再任。2012年9月、 自由民主党総裁選挙に2度目の出馬。9月26日の総裁選では、1回目の投票で96票を獲得したものの得票数は5人中3位であった。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、東京パックで無所属で俳優の山本太郎らを破り、8戦選,選挙後に発足した第2次、安倍内閣で、環境大臣。 内閣府特命担当大臣に任命された。福島第一原発事故によって拡散した放射性物質の除染作業を進めるとともに、除染廃棄物を保管する国の中間貯蔵施設建設に道を開いた。また、近未来政治研究会を山崎拓から継承し、同会第二大会長に就任した。2014年9月の内閣改造で閣僚を退任。 自民党中小企業、小規模事業者政策調査会会長に就任。12月の第47回衆議院議員総選挙で休選2016年1月28日、第3次安倍第一次改造内閣のまり明経済財政担当省の辞任を受け公認の内閣府特命担当大臣に就任し、合わせて経済の再生を 政府一体となって推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整や社会保障及び税に関する改革を一体的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣も兼任した。日本経済の基盤とも言える自由貿易体制の維持、発展のために重要な TPP の承認と関連法案を成立させた。 認証時、天皇がフィリピン訪問中のため、閣僚認証式は、国事行為臨時外交中の皇太子、なる人新郎が行った。閣僚の認証式が臨時外交されるのは、平成初。同年8月3日、東京都知事選挙の党推薦候補の敗北を受けて、都連会長を辞任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で重選。 自民党中央政治大学院学院長、自民党外交再生戦略会議議長に就任。2019年1月11日、自民党金融調査会顧問に就任。同年10月、自民党外交調査会長代行に就任。自民党総務、自民党住宅土地、都市政策調査会会長、自民党税制調査会副会長、自民党外交戦略委員長に就任。 2012年9月14日、自由民主党総裁選挙の立候補者5人による共同記者会見において、河野談話について評価した上で、抗議においてはそういうこともあったんではないかと伺える文面になっている。そこに知恵があったと述べた。2012年9月11日のテレビ朝日系、報道ステージョンにて中国による尖閣諸島侵攻の可能性を問われ、せめてこない。 誰も住んでいないんだからと断言。産経新聞は国家主権に関わる領土問題について認識の甘さを露呈と批判的に報じた。2010年埼玉県坂戸市にて父は参議院議員、環境庁長官、運輸大臣、東京都知事、日本維新の会共同代表を歴任した石原慎太郎。慎太郎が衆議院議員在職中。 信明は旧東京を4区から出馬しており、慎太郎の元々の地盤であった品川区、大田区及び東所部を含む選挙区からの出馬経験はない。弟に、タレント、気象予報士の石原義住、衆議院議員の石原博志高、画家の石原信広がいる。父、慎太郎の旧東京を2区の地盤は事実上、弟、博志高が継承した。 政策新人類として、若手の頃から、経済、金融政策に通じた議員として注目される一方、週刊文春に、チャンスに打てない、中軸打者、お坊ちゃま特有の打たれ、弱さは抜けそうにない。お坊ちゃまと批判され、党内からは、攻撃力に欠けるとの声や、打たれ、弱さと、呑気さばかりが目立つとも指摘された。2012年総裁選では、 当時の谷垣定一自民党総裁に仕える立場の幹事長でありながら自ら立候補し結果的に谷垣を不出馬に追い込むことになった。これに対し麻生太郎元首相は平成の明智光秀だ人間としてどうかあんな奴を支援する人の気が知れないと批判したことがある。2016年東京都知事選挙に立候補した山口敏夫は信明は もうすぐ60歳。大臣もやってる。それが5歳や10歳の子供じゃあるまじ。父ちゃん、俺たちの担いだ候補が負けそうだから、ぜひ応援してくださいと応援ベンチに引っ張り出したと、都連会長の手腕に疑問を呈した。2021年1月22日、新型コロナウイルス感染が判明し、都内では、症状が出ていても入院できず自宅待機を。 余儀なくされている感染者が数千人いるにもかかわらず、即入院した。発熱や咳などの症状はなく、いわゆる無症状感染だが、不正脈などの持病があるため、大事をとって即日入院したことに対して、特別待遇や上級国民との声が上がった。1月8日から、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく、緊急事態宣言が出されている中、 21日には自身が率いる近未来政治研究会の派閥総会に出席し、さらに同派閥に所属している野田武氏元国家公安委員長、坂本哲氏一億総活躍担当省らと会員制のレストランで約40分間、派閥の運営を話し合いながら昼食をとっていた。1月12日に、 西村康都経済再生担当省が昼間も外出自粛をお願いしたい。昼に港ご飯を食べていいということではないと語り、自民党内で昼食時に弁当を配るのもやめて、夜だけでなく昼の会食も控えるよう申し合わせしていた中での21日の昼食だった。また、日本共産党の機関紙新聞赤肌には以下のように報じられた。ありがとうございます。